カラブリア公カルロはナポリ王、ロベルト男女とヨランダ・ダラゴーナとの息子である。ナポリに生まれ、父、ロベルトの認可を得たおかげで1309年にカラブリア公となった。また王国の将軍代理にもなった。父の意図では1315年にフィレンツェの援軍の隊長として派遣しようとしていたが、最終的にはロベルトは決定を変え、任務を王帝、ターラント公、 フィリップ一世に渡した。そのナポリとフィレンツェを含んだ同盟は、モンテカティーニの戦いで敗れた。1316年に、ハプスブルク家のローマ王アルブレヒト一世の娘、カタリーナと結婚した。その死後、フランス王フィリップ六世のイボイモートマリード・バロワーと再婚し、五死を設けた。1325年のアルトパーショでのカストルチョ、カストラカーニの勝利により、 フィレンツェ人はカルロを死の死におレに選出した。カルロは10年間その職に就いた後、1326年に離れ、1327年に神聖ローマ皇帝、ルートビヒ四世のイタリア遠征のためナポリに戻らされた。1328年にカルロは父に先立ち死去し、娘のジョバンナが1343年にナポリ女王となった。ありがとうございます。